諦めないわ、歩み続ける。
やばいな。はい、俺のラブと君のラブ、レイヤーのラブメロディー。イエーイ。最終回どんな最終回やい。でも元気もりもりな私たちでよかった。もりもり。もりもり。ということでね、はい、今日は、最終回にもうぴったりですよ。ぴったりですね。心理しないでね。よかったです。歌終わった瞬間全員大爆笑しながら。大爆笑する歌やないんだけど、リンさんに釣られる、釣られてね。なんだこの感じ。すごい。いや、まだ始まって、まだ終わってないじゃないかよ。もう笑ってるんだもん、ね。いやなんかすごい、いい歌だなって僕すごいこう浸ってたのに、リンさんがいきなり笑い出すもんだから、なんか釣られちゃうのよ。すぐ釣られちゃうからね。リンさんゲストですよ。リンさん。イエーイ。いやはい、ありがとうございます。はい、そして1年間ね、一緒に相方の、目玉くん、ありがとうございます。いやもう本当お疲れ様でした。まだじゃないけど、本当の最終回だけど、まだ、まだ1時間もあるので、まだお疲れではないです、はい。最後だから目玉くん、いつものやっちゃってよ、せーの、目玉ビーム。リンさん今どっから、今どっからビームした、今どっからなんかえらい下から出た。リンさんなんか今今下から出た。どっからやると思ったら、こっちから地区ビームやないかい。受ける。自分でやっておきて、みんな出来上がっております。はい、そうなんですよ。もうこれからも歌手やめて漫才でやる。3人で お笑いでいいんで吉本に入ってみたいな。そういいかもしれないね。はい、ということで ね最後もね、このリンさんがいただいたこの、はい、飲んじゃいました。僕もう飲んじゃった。早いから、飲んじゃった。早いじゃん、弱いって言ったら一番早く。乗りが良すぎて、もう一番乗ってるかもしれないよ今。そうですよ。そう、酒が入る、ね、ほら良い気分でね。いい気分、いい気分。セブンイレブン、セブンイレブン。レイヤ君の言ったことを繰り返した。よかった、私も今ね吐き出しちゃった。そういえばあったな、それ、セブンイレブン、いい気分、ね、懐かしいな、懐かしいよね。そう、いやということでね、今でもこの歌った、あ、流れた曲は、ネバーギブアップ、決して諦めないですね。作詞はリンさんですよ。そうなんです、作詞は私でございます。いや、すごいですよ、ね、すごい日本語でいいシーなんですよ、その曲を、もう日本語でその書くっていうのもすごいなと思いましたし、一番僕すごいなと思ったのは、英語の発音が一番いいですね。あー、そうだね、 Never give up ね、英語ね、そう、英語の発音がすごい。まあ一応外見だからね。一応外人だからね。そうそうね、英語ね、うまいのが当たり前かなって感じ。ね、そう、はい、ね、え、そのなんかこれ言っても大丈夫なんですか、その経緯みたいなの、作詞した経緯みたいな。作詞経緯、あ、なんかできた、できた、理由っていうか、あ、理由はね、これすごい理由なんですよ、これはね、まあみんな知ってると思うんです。私本当のこと言ってるので、6年前にね、別れた時に、この記憶がちょっと浮かんできたんですよね、実はね、ですね、歌手になったのが娘たちが背中にこう押されて、また歌の道にね、戻ればいいんじゃないかって、歌が大好きなんだからっていう感じで、であの時でも1年半つらかったんですよ私、泣いてばっかりで、これから私はね、こんな年になってね、別れてどうするんだっていう感じで、どうやって生きていくんだっていう感じで、やっぱり仕事もしてないからね、
そう、そういう深いの意味の、あの記憶なんですよ、この記憶はね、うん、で私ずっとしていて、ずっとねこの記憶はね、あの何回泣いたか歌いながら、でも松田聖子ではないんだけれどもちゃんと歌い切ってやってますそう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 、でも本当に泣きながら歌うのも声が出なくなるんですよ、うん、 そうですね、でもやっぱりね、あの私も何度もね、あの松田聖子さんが私も好きなんだけど、あのこうなん自分で感動してこう、ね、その曲に張り込んだような感じで歌ってるので、それで泣き出しちゃうんですよね、うん、だから私もそういうことだったんですよね、だからこう涙が、もうでもこの曲の中の C で、うん、強くなった私ですっていう曲、このところが、うん、あ、私はねもう最近この1年かな、もう涙も流さなくなっちゃったので、うん、まあ乗り越えただなって、強くなったんだなっていう感じ で、ね、その時の思いがこう込められた歌で、もでも家族の娘さんも応援してくださって、そうそうそう、うちの娘たち、ママも泣いたばかりじゃなくて、パパに捨てられたんじゃなくて、ママが捨てたって思えばいいんじゃない、うんうん、でだったら、でもね本当に娘がいてよかったです、あ、そういう姿を見て、うん、お母さんのね、そういう姿を見て、やっぱり、そうそうそう、やっぱこう、ね、女の子ですからね、二人ともね、うん、そうそうそう、だからもうみんなも知ってるから、私がね俺がしたことも、子供二人もいるのも、別にそれはね隠しするつもりはない、うん、なぜかっていうと、まず子供いる時点はね隠しちゃいけない、うん、うん、もう宝ですから子供はね、本当に、そうそうそう、まあ私はこのことがあったけれども、子供たちがいるからこうやって頑張れるんだっていう感じで、すごいこう、レイヤ君もそうですけど、はいはい、ご自分で作られた、うん、まあ、作詞、うん、もう曲っていうことで、なんかやっぱ説得力っていうんですか、うん、なんか聞いててすごいなんかこう本当違うなって感じて、うん、なんかこう、説得力、ね、うん、そう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 、こういつもこう、ね、なんていうんですかね、曲がかかってる時は、うん、結構ガヤ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 でもすごく聞き入ってしまいましたね、うん、こう本当にね、だからこの詩がそうなんです、うん、素晴らしい、はい、なんかみんな多分見てると思うんですけど、うん、あの多分みんな何ね、ドラマの話みたいになってるなっていう感じかもしれないんですけれども、お笑いが止まったなみたいな感じでシーンとしたような感じ、またスタートさせとるわ始まっちゃった、そうそうそうね、ちょっとねその ドラマティックの、こともあるっていうことなんで、うんうん、でも今はもう泣かなくなりましたね、本当に、うん、リンは強くなりました、あ、強くなった、リンさんってチキン好きですか、チキン大好き食べていいのこれこれってなるんですよね、ほらなるなるなるね、この口がやばい、ね、この口があらちょっとおえってなるでしょ、おえって言えたら、ね、そうそうえってなるよね、かわいいよね、でもね、かわいい、これドンキホーテ売ってるんですよね、あ、売ってますね、ドンキホーテそう、はい、あのあーフォーリンラブってか、フォーリンラブこれいい、いいですね、これね、チキン ね、チキン、でもチキンって言ったら、うん、俺あれ好きなんですよ、フィリピンの家庭料理のアドボって、うん、あ、うまいよね、うまい、そう、あれ美味しい、どうや、なんで、なん、どこで食べたんですか、あの僕の親戚 そのおばちゃんがフィリピン人なんですよ、そうなんだ、そうなの、そうなんですよ、だからもうアドボ好きですよ、アドボ、あれ美味しいですよね、美味しいです、あのフィリピンの定番のね、あの、うん、料理もあるんですけど、シニガンって言うんですよ、あ、シニガン、それはねスープ系なんですけど、うん、それはねあのちょっとあのそっぱい、うんうん、酸っぱい感じなんですけど、でも元気になれる、それ食べる、そう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 、そう、家庭料理みたいな感じ、家庭料理、そう、あ、まあでもね、そうそうそう、あのフィリピンとか海外に行ってる子、例えば日本人でも、うん、やっぱりそれ食べてるみたいだよね、へー、そうそうそう、あ、うん、そうなんですね、食べたことないんですか、食べたことないんですよ、でもすごいね、その、うん、すごい美味しいですよ、美味しい美味しい、なんだろう、酢と、うん、酢と醤油、そうそう、酢と醤油と、あと何だっけ、黒胡椒、そうそうそう、胡椒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 、それだけ、で、はい、
そうだね、ニンニクも入れるんですね。ニンニクと玉ねぎも入れるもん、消さんだ玉ねぎとか入れると、うん、そう、ちょっと臭みっていうか、うん、もっと味が出るっていう感じ。だって僕だって自分家でも作りますもん、自分で。え、自分で作るのね。作ってもらう、教えてもらったんですか。あ、もう教えてもらって、あれすごくいい、美味しいよ、本当に、うん、ご飯が進む。あ、いいですね。ご飯が進むよね。そうそう、でもお酒をつまみはちょっとしょっぱいあのご飯にかけてこう食べるのがちょうどいいよね。そう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 、なんか気になりますね。ぜひ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 食べてみてください。食べたい、うん、食べたいだって。食べたい。りんねえちゃんとれやくに作ってもらえばいいんだ。あ、そうだよ、そうだよ、そうだよ、そうそうそう、そうよ、食べてみたいよね。でもいやいや、れやくが作ることになりました。でもそれはね、あの鶏肉だけじゃなくても、うん、あの豚でも、そうそう、豚肉でも、そう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 。ね、コメントがですね、たくさん来てるんで、すごいたくさん来てる、すごい人気人気。ちょっと言っちゃいますね。ちぎりー、ありがとうございます。ちぎりー、ありがとうございます。あの一番最後の最後、ファックスじゃなくて、ちゃんと X からありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつもお世話になっておりました。ちぎりんですが、実質的に今日がメロディーさんの最後の番組ということで、応援のメッセージを送りたいと思っておりましたが。孫が熱を出したため朝一番で習志野まで来てます。メロディーさんの番組1年にわたって誠にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ちぎりん、本当にありがとうございます。いつも本当ね、僕が無茶ぶりばっかしてね、ノルマをね、はい、ありがとうございました。もうね、お孫さんもね、うん、大事にしてほしいんですけども、うん、そして、この時間からはレイヤーのラブメロディーの時間だよって、これちぎりんですね。高山レイヤー君も新曲リリースして本当に忙しくなってきましたね。今日が実質最後のメロディーさんの枠でしたので、心置きなく思い残すことのないよう発し切れてくださいね。翔吾君にもよろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてちぎりん3枚目すごい、いっぱい来るな。すごい、すごい。X よりメールを送ったのは2通ともアリエオのちぎりんでした。スタッフの皆さん、いろいろとご迷惑をおかけしまして大変恐縮しております。はい、ね、本当にね、でも僕がいけないです、それは。ファックス10枚遅れとか。あ、そうなの。そうなんですよ。あっという間の1年でしたが、誠にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ありがとうございました。ちぎりんより、いや、こちらこそ本当にありがとうございました、ちぎりん。またライブも来てくださいね。はい、そして、ボス、沖田正美さんからですね。はい、レイヤ君、翔吾君、1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。そして、スタッフの皆様、1年間ありがとうございました。リスナーの皆様もいつもご視聴ありがとうございました。先週私はラストでしたが、本当に毎回楽しくアズーリに伺いました。またアズーリに伺えることを楽しみにね。そして、前頭さん、1年間こんな私を起用してくれてありがとうございました。またメロディーで皆様と会える日を楽しみにしてます。起きたボスミって書いてある。本当かそれ。怒られるよ。本当か。いやいやいや、ありがとうございます。ということで、じゃあ早速ちょっと目玉くん曲いっちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ、私、デビュー曲でございますね、木漏れ日の君、どうぞ聴いてください。ビョーン、これ目が飛び出てるわ。木漏れ日の君もいつも夢を僕優しく微笑みを白いシャツには光を変えた花を散るように揺れていく遠くへ歩いた木漏れ日の中で
まだだよ、まだだよ。プレイボーイやないかい。ありがとう。爆笑で、こもれ目の、本当ですね、歌も聴かないでもずっと歌ってるのね、話してました本当にね、そうね、そうそうそう、どうですか、リンさん今の曲聴いて、いや私はね、曲よりもそのおひねりがいっぱい持ってる、そっちがいい、そっちがいい、見るところが、そっちがいい、何入る、やっぱりさ、ステージにいるときやっぱりね、おひねりもらえるのが一番面白い。で、なんかおひねりいただいたら、もう歌わなくていいのかなそれ面白いですね。みんなありがとうございます。サンディさんとね、もらえない。もらうだけもらっても、もう途中から歌をやめるとか。もうその時にリーさんあの涙をもうおひねりもいただいたのにここで失礼しますみたいなどんな歌詞やどんな歌詞やねここからねまたねあのねくれる人がいたら最後まで歌い切りますのでだだ何この歌詞はとかやばいどうしようもない歌詞やなとかいや、目玉くんしょっちゅうそういうことやってますもんね。あ、そう、名古屋の方で。名古屋だと、そうやってもらったら帰っちゃうんですもんね。もらって帰るな。入った。これからで、これから。これから、これから。これから帰る。そうそう。そして、ねえ、そう。まさみさん、まさみさんからまたコメントが来ました。レイヤー、ちゃんとしっかり書いてんだから、ボスミ言うな。怒り。ちゃんと見てくれてるよ、俺。7月28日覚えてろってね、うん、なんだっけ爆笑なんだっけ爆笑トークライブで一曲しか歌わないんだっけ？あ新曲は絶対歌うんですけど、うん、北さんは、うん、それ以外は全部爆笑トークライブ。あらわそんなこと言って、ね、お話面白いですよね。そう面白いですよ。ずっとね、まさみさんもね喋ると止まんなくなっちゃうタイプ。そうまた怒られる、ね、全部怒られる。ね、よくしゃべるとかよく笑うとかさやっぱり MC に向いてるんですよ。だからめちゃめちゃ向いて、いやいや俺だけじゃないリンメイちゃんリンメイちゃんここの色ごたりもですよめちゃくちゃ面白いしあのすっごい本当明るくなるし、ね、いやこんな話で楽しくなります、ね、こっちがこんなでも、ね、楽しい最終回でねよかったリンさんが本当にゲストで、いやもうだって先週はその沖田さんが番組終わってちょっとポロッポロッと泣いてたんですよ。やっぱね、涙流してて、やっぱ僕もなんかそう泣いちゃうのかななんて思ったんですけど、リンさんのおかげ全然もう、もう涙も出ない。笑顔になっちゃうね。笑顔でね。でもいいんじゃないですか。笑顔で最終回。笑顔で終わるのもいいよ、ね。笑顔で。そうそう。また次も頑張れるっていう感じですか。そうです。そうですね。そうそうそう。ということなんですけど。ということなんですよ。まあ、次の曲がですね、はい、僕のその誰にでも秘密があるって曲なんですけど、はい、リンさんは何かありますか秘密。秘密はねちょっと待ってあ掘ってからじゃないと分かんないよ秘密なのに言っちゃう感じだからまずあのどこで埋めたか分かんない掘ってみないと分かんないどこにねそう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 俺の秘密ってあるかしらレア君スコップ持っといて掘るよ掘るよてかどこで掘ったかどこでね埋めたか分かんないしあまり秘密はないですね私本当ですかあの結構あのストレートに言うタイプなん で確かに全部オープンな感じオープンなんですよ私あの後からこう例えばね後からこう、うん漏らすよりも、うん、自分の口から子供がいることとか、うん、離婚したこともそうだし、うん、私はねそれは言わない方がいいんじゃないっていうあの言葉も聞いたことあるんですけど、うん、私は別に私の生き方で私のやり方で私のやり方で誰を誰に言われるだろうか私は自分でこう、うん、正直な気持ちでだって、うん、そっちの方がねあの不安だってさついていくか付いていかないかとそこの不安の気持ちだしね、うん、そうそうそうとりあえず後から
ね、分かるのが一番、しっかり自分を、ね、あれじゃないですか。確かにね。ね、ちょっとね、何傷ついちゃったね、いないだいいないって思ってたのに、ねえ、レコードもしてるんじゃん、子供もしているんじゃんみたいな感じで言われたらさ、だったら最初から失礼って言った方がいいじゃん。確かに。そうでしょ、うん、まず私は子供は秘密にするから一番嫌なんですね。うん、そうそうそう。やっぱり親なんで。うん、大事に思ってるからね。そう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 。そうあれは例えばその若い頃とかにその友達の彼氏好きになっちゃったとかありますか。うわ、ないない。ああ、もうやっぱり、うん、人のものは人のものだからもう取りたくない。何のハイタッチや、何のハイタッチや今の。ないないですよ、僕もだって全くない。そうそうそう、あの人のものはいいのよ、もう。あ、人のもの欲しいと思わない、ね、そう思わない思わない、そうそうそう、私もそうなんですよ。あのまあ例えばカバンにしても私カバンが大好きなんで、うん、あの、うん、同じ持ってる人が結構多いと、うん、私はあの買いたくない。うん、だから本当に何個かだけにない、例えば限定品のものだけしか買わない、うん、がほとんどですね、うん、私のカバンにしても。そう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 、そっちが好きですね。まあ、その方がいいですよね。うん、そうそうそう、ということで、まあでもこの歌はね、うん、誰にでもね、秘密があるね、彼女好きになっちゃったっていう、うん、好きな、いるわけじゃないでしょ。僕はそうないですよ、本当に親友の、誰にでも秘密がある。なんやこれ、なんやこれ、なんやこれ。まあまあまあ、まあ、とりあえず秘密にしましょう。はい、秘密にしましょう。はい、秘密で、秘密ご覧ください。笑顔見るたび嬉しくて、たとえあいつの彼女でも、もしも違う出会いをしていたら、俺を選んでくれただろうか。こんなに面で意地悪で残酷でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり。長い黒髪巻きつけて、話す仕草が可愛くて、背中抜けて視線をそらしても、俺の心は君に夢中さ。こんなにも近いのに誰足で嘘つきで臆病でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり。
面で意地悪で残酷でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり。そうさ誰にでも秘密があるから、はい、そしていちごちゃん、ありがとうございま す, ういます、もうすぐ七夕、秘密王子の願いはお金持ちになること、リン、さんと目玉くんの願い事は何だろうねということで、リンさんなんか七夕にの願い事。あ、そうですね、私の願い事はですね、うちの娘たちは健康でいられますように、うん、っていうことですね。あと私はやっぱりね、もうちょっと長く生きていけないといけないといけないなっていう感じで、あのやっぱりね、娘たちの、あの結婚姿はね、お嫁姿はちょっとみたいなですね。だから健康が健康だね、健康ですね、娘たちの健康が願いかなっていう感じですね、でしょう、あらこう見ても願い事、じゃあ僕はリンさんみたいに、やっぱ冠番組、地上波のテレビで冠番組を持ちたい、ずっと言い続けていることなんですけど、それをちょっと願い事書いちゃいます。地上波出たいね、はい、出たい出たい、たくさんありがとうございます、ちょっと言っちゃいましょうか、コメントも、はい、どんどん、はい、いちごちゃん、フィリピンには七夕ってあるのかな、フィリピン七夕あるのかな。ちょっとね、あの七夕っていうよりも、あの、お正月はね、そこでね、あの、願い事をするんですね、みんな。あの、こう飛び降りるような感じで、で願い事をするのが、それがのお正月ですね。あの、そう、あの1日ですね。こうやりながら願い事する。いや、例えばこう、まあ子供って言えば、あの、こうジャンプすると身長が大きくなるっていう感じで、で、例えばほら元旦ってあるじゃないですか、19とかさ、そういうあれってあるじゃないですか、日本で、でフィリピンでもそうなんですよね、でそこでも願い事をもういろいろ言って、それでも新しい土地に、都市に向かってバーっていくような感じでですね、みんなそれぞれの願い事はそこで、はい、七夕じゃないですね、ないと思います。七夕は、お正月だけですね。はい。はい、ありがとうございます。コメントが、ね、止まらなくなって止まらなくなりましたね。じゃあパパとパパと。はい。すいません。今井さん、ありがとうございます。三人さん、お疲れ様です。楽しそうな番組運びで、さすが三人とも MC だけあって途切れることもなく、視聴者も十分楽しめたと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ告知をお願いします、リンさん。はい、告知はですね、もちろん大事な大事なリンのリンの、お、はい、そうですよ、はい、7月9日です、リン出してくれてます、ね、こう、あ、ありがとうございます、はい、はい、これが7月9日 BS12 あなたに届ける音楽会テレビ収録でございます、これがですね、そうですね、スペシャルゲストさんはたくみりょうさんと岡ゆくさんでございます。そしてここにいるイケメンさんの2人もよろしくお願いします。はい、嬉しい、初めてリンのエロ君にはね、あのゲスト出演するのが本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらね、今後ともよろしくお願いいたします。そして10月10日の時も出てくれるので、本当にありがたいです。楽しみです。楽しみです。頑張りましょう。っていうことだけでいいので。いいですか。はい。話題ありますか。はい。7月10日でございます。はい、7月10日。はい。7月10日ですね。もうすぐですね。もうすぐ。はい。15周年。はい。ですね。はい。これが、そうですね。コンサートもあるんですけれども、これはね、出ない発表会はい、これはね、どうぞどうぞよろしく
ゃないです。マジで09071777760656でございます。そしてですね、ちょっと噛んでます。はい。で、7月7日もあるんですけれども、もうちょっとフライヤーがないので、ね、7月9日もあるんですけどね、それもちょっと頑張りたいなと思ってる。はい、楽しみにお願いします、はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ目玉くんお願いします。はい、明日、朝風ココアさんのインターネットの、番組に、出演させていただきます。詳しくは僕の SNS に、発表させて、そしてこちら、7月8日月曜日、はい、22時放送でございます。林ひろこさんの、番組、林ひろこのラブリーアイランドで、ね、はい、高山レイヤさんと、先日、レイヤさんのこう関係のこうご紹介で僕も、出演させていただきました。ぜひ皆様見ていただけると、はい、聞いていただけると嬉しいので、はい、よろしくお願いします。八王子 FM です。お願いします。はい、はい、ということで、じゃあメロディーの、告知後半戦ですね。はい、します。はい、はい、8月17日土曜日はですね、パクジュニョンコンサート in 塩尻ということで、僕の地元長野県は塩尻市文化会館レザンホールにてパクジュニョンさんと僕の、コンサートがあります。一部二部とあります。3500円で見れますので、ぜひぜひこちら当日券あるそうですので、お願いいたします。お願いします。はい、そして、千葉の親子三大夏祭り、第1回カラオケ大会ですね、8月18日日曜日です。こちら参加費5000円で2コラス1曲です。優勝3万円、ね、はい、そして20名限定でゲストに僕高山玲也が出演します。夏祭りですので、三井ガーデンホテルの横です。お願いします。はい、そして野村美奈さんと歌仲間、9月7日土曜日11時半からでチケット5000円、お弁当ソフトドリンク飲み放題付きプラス1000円で一般歌唱です。3代目コロンビアローズの野村美奈さん、そして信子さん、高山玲也の、ライブです。こちらお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、そして、竹川美子さんのキャンペーンですね、9月29日日曜日1時からですね、そして美子さんは3時半からということで、チケット5500円、 CD 付き軽食ソフトリング飲み放題付きです。竹川美子さん、信子さん、高見沢圭さん、オアシスコーの和美ママ、僕高山レイヤーということで、ぜひぜひこちらもお願いいたします。はい、はい、そして11月20日湯原正幸さんのキャンペーンですね、1時からです。湯原さんは3時半からです。チケット6000円、 CD 付き、こちらも軽食ソフトドリンク飲み放題付きです。湯原正幸さん、大輝とめめさん、僕高山レイヤーです。こちらもお願いいたします。お願いします。はいはい、はい、ということで、はい、ということで本日ね、本当に最後の最後に、リンさんに出演していただいて、本当にありがとうございました。めっちゃ軽くもうね、明るいこうゲストでリンさん、楽しかったね、めちゃくちゃ目と目で通じ合う、何を通じ合ったんだよ最後の最後まで、めっちゃ楽しかったですよ、ね、楽しかったですよ、もう爆笑な回で、ね、リンさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。はい、頑張りましょう。頑張りましょうね。はい、ここの回もしっかりいたします。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、ということで、ね、CM を、ご覧いただきましょう。ありがとうございました。リンさんでした。ビヨン、thank you.
伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、ということで、1年間ですね、翔吾とメロディーの歌仲間とレイヤーのラブメロディーが、はい、ご視聴いただいた皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてあのゲストにもですね、たくさんの方が本当に来てくださって、僕も本当ね、こことアルツーリで知り合った歌手の先輩たちも、皆様もねいましたし、本当に、たくさんのね、出会いがあったかなと思いますけども。本当ですね、はい、こういうやっぱスタジオ生放送でないと、こういろんなこうトークといいますか、できないこともありましたし、何よりこうね、今言ったこの2時間以外でも、こうメロディーさんのね、番組、沖田政美さん、伊豆の潤さんとこう、そしてゲスト様と関わらせていただいて、めっちゃこう勉強になりましたね、いや、そうですね、本当に。まあ僕はでも目玉くん、一番最初は始まった時はもう絶対喋れねえよみたいな思ってたんですよ、僕が。自分が？そう、喋れない、だから目玉くんに全部任せようと思って、やってたんですけど、でも1年間を、その前はそういう風に思ってたわけでしょ、随分レイヤー君こうレイヤーになったんじゃない？まあ、そうですね、もう逆にちょっと黙ってもらっていいですか？すいません。どっちが後輩で。いやでもすごいよね。あーちょちょちょ、なんで最後に親が出てくるの。本当にレイヤー君のお父さんとお母さんももう準レギュラーでしたね。準レギュラーですね。ねえ、でも本当に本当にね、いろんなね、そしてやっぱり、そのコメントの ね、まあどっちかっていうのはちょっとね、言わないでおきますけども、本当にちぎりんといちごちゃんは本当にどっちが多いとかね、それはちょっと分かんないですけど、どちらもね本当にたくさん、お二人はね本当にくださいましたし、いろんな方からもコメントいっぱい本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、コメント最後にちぎりんからも来てます。レイヤーのラブメロディーも後半になってまいりましたよ、ゲストのリンさんもワイン効果で目玉ビームが丸々パイビームにか、調子ですよ。さあさあ最後まで、なんていうのこれ、最後まで、なんていうのね、ちぎり読めない、これなんていうんだろう。気持ちよく締めくくりましょうね。最後までやっぱちぎりんさんのね、そうこうコメントでしたね。そうそうそう、最後は読めないという、ね、漢字がね、漢字が分かんないって、やめてね。なんかあれ、漢字の勉強にもなりましたね。カコンカコンカコン、カコン、カコン、なかなか聞き慣れない言葉ですね。カコン、まあ、カッコン島みたいなね。全然違うよ。カッコン島ってね、風邪ひく前に飲むあのカッポンの薬やろ。いやいやいや、だからでも本当に。なんかこう、でも本当に最後の最後で、はい、こうしんみりになるかと思ったら、ゲストのリンさんもね、こうすごい盛り上げてくれたし。いや本当に。ありがたいですね。いや本当そうですよ。やっぱりもう大爆笑で終わらせるっていうのはこれ一番いいことですよね。大爆笑で終わらせて、レイヤー君1年間の中で、はいはい、もうレイヤー君のこう何ですかね、先輩に対してのツッコミとか、いやいやいや、それ言うとあの僕がめっちゃ失礼ないって、そんなことないですからね。でもそこが、はい、あの良さというかレイヤー君のね、なかなかこうできないし、どんどん頭角を現してきた一年。レイヤー君のね、こう、いや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 。すごいよ。目玉くんのやっぱその、なんつか丁寧な喋り方っていうか、うん、MC っていうか、え、僕君見ないできないから。いやでもそれ逆にやっぱ学んだんですよ、やっぱり、うん、この1年間で。そうか。じゃあこうやっぱりこうなんかこの間、はい、一緒にこうジョイントライブをさせていただいた時に、はい、お客様に言われたんですよね。はい、なんで2人はそんなに息がぴったりなのって。あ、それは実はね、付き合ってるんですよ。誰にでも秘密がある。ほらー、誤解。あんたね、最後の最後に最後の最後に何を言うとんねん。
ブレンヤ君はね、もう本当僕がいないところで何を言ってんのかも。いやいや、そんな怖い怖い怖い。いや実はもうちょっとね、時間ないのにこんなこと言うあれなんですけど、僕この前ちょっとあの松戸でキャンペーンやって、ほいほい、うん、で最後になんかもうなんか歌ってよって言われて、うん、いぶきおろし歌いましたよ。目玉ビームもやりましたよ。本当に、はい、ちょっとお引きなすってレイヤー X。 でもすごいあのいろんなポーズもレイヤーが編み出してましたよね。いやいやいや、そんなことないですよ。沖田さんのポーズってどうですか。雪枕。雪枕。うん、はい、いちごちゃんね、ありがとうございます。目玉くんのご両親も見てみたいっていう、ね、ああもう僕 目玉くんのご両親も目ですから。あ、そうですよ、目ですから。目玉のね、そう、目、そう、目だから、目だなわけあるかい。目から生まれてる。目から生まれたね。もうだから目玉なのね。そうですよ。そう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 、すごいレア君、目玉ビームを編み出してくれたんですよね。いやいやいや、目玉ビームはもう今後ともやり続けます、うん、やり続けてる。あ、はい、もちろん。でも ありがとうございます。レア君のファンのその、まあ、いちごちゃんもそうですし、うん、もうコメント本当嬉しかったですね。いや本当ですね、もう本当にたくさんのね、まあいろいろな方いらっしゃるのでね、うん、まあ、代表的なお二人をちょっとね言いましたけど、うん、私言われてないとかそういうこと言わないでください。本当でも皆さんのおかげでこう一緒になんか作って、スタッフの皆様もそうだし、うん、そして、うん、前頭三枚目さん、ね、あのメロディーのね、うん、ゆきママさんもそうはじめ、うん、本当こうみんなで作り上げた1年間だったと思うんですけど、そうですね、はい、どうですかレイヤ君、1年やってみて。あ、また言うんですか、うん、あと1分2か2分で、うん、いやでもやっぱり、うん、まあ、自分でも成長したのかなと思いますよ。成長しまくりよあんた。いやいやいや、本当いい、すごい。そうそう、あれ覚えてますか、うん、その1年前の今日、あ、今日っていうか、まあ、うん、1回目の時に、うん、かき氷何味が好きですかって、今だったら 何味ですか。今言ったらチョコガレート味。チョコガレート味なんだそれ。アマゾンで美味しそうじゃないか。チョコレート味、チョコレート味。一回ね、あ、食べたんですか。食べた、ショコラみたいな。誰と食べたんでしょうね。誰にでも秘密がある。レア君は僕ですか。カルピスじゃないですか、やっぱ。なんか一回目に言ってたやつ、なんだっけ、そのカルピスの原液かけて。原液甘すぎるやん。あ、溶けるわ。あの、吉見さん、白いものが好きっていう。ああ、そう、さっきレア君が言ったんですよね。これ白いものが好き、なんかそういう、なんか、それなんだろうな、今。いや、ほんとに。最初と最後で、もうね。最初と最後で、濃厚なゲスト。濃厚なゲスト。あ、でも、はい、こう松戸のメロディーさんでも番組をこうスタートするのを言っちゃっても大丈夫。はい、あ、まあ、そうですね、まあ、YouTube の、うん、まあ、動画になるんですかね、うん、はい、まあ、松戸メロディーテレビっていうのも、うん、今後ね始まっていきますので、そちらもねお願いいたします。そして、みかんちゃん、ありがとうございます。はい、あらま、あ、出遅れてすいませんが、最終回寂しいですね。放送お疲れ様でしたということでね。レイヤー君と僕かな、これ、はい、ありがとうございます。チキンもね、書いてください。チキンも書いてください。ありがとうございます、本当に。嬉しいね、あらー、ちょっと最後の最後で。最後の最後に。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、すごい素敵なバラ。あらー。あらー、嬉しい。ありが、スタッフの皆さんも。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました、本当。嬉しいね。いや嬉しいですね、バラがね。ちょっとなんか名残惜しいけど、もうあと 何秒かで終わりなのかな、はい、10秒で終わり。じゃあ目玉くん、最後はやっぱ目玉ビームで締めてくださいよ。しました、目玉ビームからのレイヤーエーグ。みんなありがとうございました。さよなら。さよなら。どこかで会いましょう。